こんにちは、エンジャーです。今回のテーマは同軸コネクターです。同軸コネクターはオシロスコープやスペクトラムアナライザーなどの計測器に使用されていることから、日常的に目にすることが多い部品ですが、それぞれの特性の違いについてはあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は日常的によく使用する同軸コネクターを3つ挙げて、それぞれの特徴について簡潔に紹介します。周波数帯域の違いや使用上の注意点などが理解できる内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずは同軸コネクターにどのような種類があるのかから見ていきましょう。同軸コネクターは主に高周波の信号を伝達するための部品ですが、周波数特性や換号方法の違いによって種類が分かれています。同軸コネクターの中では周波数帯域が比較的低いものとして BNC、N、SMA などがあります。またミリ波やテラヘルツ波のようなより高い周波数を扱う場合には 2.9mm の K コネクターや 1.85mm の V コネクター、あるいは 110GHz まで使用できる 1mm の W1 コネクターが使用されます。こうして見てみると種類によって周波数特性が大きく異なることがわかります。ただし同軸コネクタを使用するほとんどの場合は周波数帯域が 18GHz もあれば十分であるため、 BNC、N、SMA あたりがよく使用されるコネクタとなります。実際の汎用の計測器を見てもほとんどはこの3つのコネクタのいずれかが使用されています。ということで次は BNC、N、SMA コネクタのそれぞれの特徴について見ていきたいと思います。まずは BNC です。 EMC 試験でいうと電動エミッション試験などでよく使用されるコネクタです。 BNC の特徴は何といっても接続が容易なことです。ツイストロック機構によってラッチがかかるため簡単に取り外しができます。この BNC コネクタは一般の計測器、カメラ、オシロスコープなどで使用されているので目にする機会が最も多いコネクタといえます。周波数帯域は DC から 2GHz となっており、比較的低周波の信号を扱うときによく使用されます。使用上の注意点としては特性インピーダンスが50オームのタイプと75オームのタイプが存在するということです。パッと見ただけではなかなか違いが分かりにくいですが、よく見るとコネクタの絶縁体の形状が異なります。プラグの場合50オームの BNC コネクタは白い絶縁体の部分が厚みを持っているのに対して、75オームの BNC コネクタは絶縁体に厚みがありません。またジャックの場合は50オームの方が絶縁体の先端が細く突き出しているのに対して、75オームの方は絶縁体が奥まったままになっています。さらに写真では分かりづらいですが、中心導体の径も違っており、75オームの方が細くなっています。そのため50オームのプラグと75オームのジャックを接続してしまうとコネクタを破壊してしまう可能性があり、十分な注意が必要となります。手持ちのコネクタがどちらのインピーダンスかわからない場合は、必ず絶縁体の形状を確認してから接続するようにしてください。ちなみに50オームと75オームのコネクタはそれぞれ用途が異なります。50オームの方は高周波信号の伝送がメインの用途となりますが、75オームの方はテレビの受信線などの映像信号を伝送することが主な用途となります。このインピーダンスによる用途の違いは BNC 以外の他のコネクタでも同じなので、知っているとちょっとした時に役に立つ知識となります。では続いて N コネクタです。EMC 試験で言えば
放射エミッション用のアンテナの出力はほとんどが N コネクターです。 N コネクターは機械的強度があり、かつ太いケーブルを接続することができるため、大電力を伝送できることが特徴です。周波数帯域は最大 18GHz までとなっていますが、経験的には 6GHz 以下で使用することが多いです。とはいえ 18GHz の本アンテナの出力コネクターも N コネクターであることから 6GHz で使用することもあります。 BNC のようにロック機構はないため、接続には若干の手間がかかりますが、その分安定した接続が実現できます。なお BNC と同様に N コネクターにも75オームのタイプが存在します。ただし BNC と違い、50オームと75オームの N コネクターは機械的に干渉しないため、誤接続の心配はありません。最後の SMA コネクターです。 EMC 試験では主に1ギガ超の試験で使用されるコネクターです。もともとはマイクロ波帯の通信機に使用されていたため、 BNC や N といったこれまでの2つのコネクターよりも高い周波数の用途でよく使用されます。 SMA コネクターは接続時にトルクレンチで締結することが特徴の一つです。トルクレンチを使用するため接続の手間は N コネクターよりもさらにかかりますが、その分信頼性が高く、かつ 18GHz までの高周波で安定して使用することができます。 SMA コネクターの使用上の注意点としては、 3.5mm コネクターと 2.94mm コネクターに対して接続互換性を持つことが挙げられます。3.5mm の方は周波数帯域も SMA と同じで、かつ形状も酷似しているため、かなり注意が必要です。 SMA コネクターと 3.5mm コネクターの大きな違いは内部の絶縁体の材質です。 SMA コネクターは絶縁体が充填されているのに対して、 3.5mm コネクターは絶縁部が空気となっています。これはパッと見てわかる違いなので、接続時には必ず確認するようにしてください。ということで今回のまとめです。今回は同軸コネクターの種類と BNC、N、SMA の各コネクターの特徴について紹介しました。それぞれの特徴としては、 BNC は比較的低周波で使用し、かつ脱着が容易なこと、N コネクターは太いケーブルを接続することで大電流を伝送できること、 SMA コネクターは接続の信頼性が高く、かつ高周波で使用されることが挙げられます。また同軸コネクターの使用上の注意点としては、インピーダンスの整合性と他のタイプとの接続互換性が挙げられます。それぞれのタイプごとに注意点が異なるため、きちんと理解した上で使用してください。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後に、この動画が参考になったという方はグッドボタンをお願いします。ブログでもノイズ対策や EMC 規格の情報をまとめていますので、興味があればそちらもチェックしてみてください。このチャンネルでは今後もエレクトロニクス系のエンジニアに役立つ情報を発信していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。